ゲートカです。広告時です。お願いします。お願いします。さあ、部長。よし。よし。なんだよ。元気ありますね。いや、あるよ、お前。いや5時から起きてるから。早っ。早っすね。バキバキっすね。バキバキや。今日はですね、もう自信あります。はい、お、なんだ日高さん。はい。ワールドカップ見てますか？お、見てる。日本戦見ました。当然見るよ。盛り上がったね。盛り上がりましたね。素晴らしかったよね。引き寄せたっていう。いや、素晴らしかった。大阪なんかお前、一緒に飲んだことあるし。え、みやこさんですか？マジっすか？マジマジマジ。え、そうなんですか？あいつははっきり言うからね。まあ、そういうのがプレーに出たね。性格的なもの。やっぱ強いよ。あそこから頭にょきって出せないからね。本当に確かに決勝ゴールなんだね。いや、まあ今回ですね、まあ、ゆうたかさんはもう息子さんが3人とももう J リーガーということで、そうだ、もうせっかくなんでもサッカーの今もう旬ですからお前らユニフォーム着てよう言うな。いやいや、本当に恥ずかしいです。本当に、はい、まあまあいいや。今のこの日本代表どう見てるかっていう、うん、まあまずあの解任劇があったな。ああ、ありましたね。まあパリルね、はい、まあいろんな事情があるにせよ、はい、ね、日の丸をつけるっていう重み、もう本当に彼らはどういう心境で戦ってるかというと、負けたら本当に日本に帰れないぐらいの気持ちでいるからね、まあ、とにかく必死で戦うから、だからそういう姿をこう見てほしいということと、うん、やっぱ応援を素直にしてほしい。やっぱり日の丸をね、つけたんだからね。やっぱ日本人としてね、うん、やっぱ応援をしていきたいと思いますよ。そうですね。あのサポーターがさ、素晴らしいの知ってる？お前あのゴミ取ったやつ。お前そこら辺は情報を確かに日本背負ってる。どこが日本背負ってる。日本に背負われてんだろう。だけど、はいはい、誇りだよな。いや、もうやっぱ大事ですよね。西野さんってさ、指揮官の運とかあるよね。やっぱ人間持ってる運って感じたことない？ありますね。やっぱ西野さんっていうのは知ってる？オリンピックか、はいはい、引いてブラジルに勝ったっていう試合があった、はいはい、ね。ああいうところにも運があるし、で今回だってあれがお前3分で相手が退場するなんて想像できない。そうですね。ああいうところもやっぱ俺指揮官が持ってる何かだと思うんだよ。だからそれは見過ごさないようにしてほしい。そうですね。勝ったとすると、はい、なかなかこう変えられないんだよね、メンバーって。なるほどね、うん、やっぱそのバランスとかね。確かに確かに、うん、勢いもありますからね、うん、で本田が途中から出るんですね。じゃあズバリ豊さんの注目選手います、はい、この選手ちょっと面白いなっていう。やっぱ大阪と柴崎、はい、あーよかったですね。あれはね、僕は急に急に急になんで同世代意識してあこっちが同世代ましたけど、いやいや、あれね、真ん中の息子と同級生なんです、はい、アンダー17で一緒にやってるから、ずっと見てんの。ああ、そう、宇佐美もそうなの。へえ、やっぱ劣勢になった時に宇佐美の仕掛けは必ず生きてくるんだ。なるほど。だからそこで投入してほしいな。はあ、右が原口、左が宇佐美、ここで仕掛けていったら相手はたまんないと思う。わあ、で、あの長友はおとりでいいから、うん、なるほど、裏走って、ここでバック引っ付けてスペースをここに開ける、で宇佐美がここ、そういうことをやってほしい。はあ、すごい具体的にもういや、もうその通りだ。あのさ、ロシアとサウジアラビアって本当にFIFAランキングの下位同士が開幕戦やったんだよ。そうですね。蓋開けたら5対0だよ。本当分かんないから、FIFAランキング。でも俺はベルギーがね、強いと思う。ベルギーって本当、ずっと注目されますよね。スター軍団とか、若い位置。誰がいい？ベルギーですか？誰がスター？スターだったら名前ぐらい分かる。確かに。チョコレートのボールなんですよ。ボール飲んできましたけど、タイミング助けてくれたわ。イニエスタバリのパスいただきました。まあそういうことでね、はい、まあ日本代表ちょっと頑張ってほしいですね。まあそうから、まだ決勝トーナメントに行ってほしい。そうですね、本当まずそこ行ってほしい。せっかく勝ったしね、はい、この勢いで、その行ってほしいなと思っております。はい、まあ微力ながら、はい、エールぐらい送ってこいよ。そうです ね、 ね、はい、いやだ、はい、行ったれよ、行ったれよ、パチーンと決めたれ。しいっすか、日本の皆さん、日本から応援します。ちょっと待って、日本の皆さん、日本から応援当たり前やね。何を言ってんの、あの代表の人たち。日本代表の決まらねー。だったら、はい、エールを、はい、熱いエールを送る。そうですね、私たちがね、この野球という部分でね、あのこう今こう大々的に打ち出させてもらってますけど、同じ日本人としてね、このサッカー、同じスポーツとしてしっかりこのワールドカップで今活躍している姿見させていただいてます。頑張ってください。次も絶対勝ちましょう。